はい、哲也です。今日はね、台湾アップルデイリーの強制配管を非難というテーマでお話してみたいと思います。最近日本のマスコミではあまり大きく扱われませんけれども、中国共産党による香港への弾圧、特に言論封殺の動きはまだまだ続いてるんですね。6月24日には香港の民主化運動を長年支えてきたタブロイド紙アップルデイリー、これ中国名では貧化日報というそうですけどね、まあ、アップルデイリーがついに廃刊に追い込まれましたよ。こうした弾圧の動きに今最も敏感であり最も衝撃を受けている国があるんですけど、どこかお分かりでしょうか。そう、蔡英文総統率いる台湾です。ご承知の通り、台湾は自由と民主主義の国、かつては香港も不完全ながら自由と民主主義が謳歌されていた地域でした。しかし2020年の7月1日に中国政府が香港に国家安全維持法を施行させて以来、香港の自由と民主主義は音を立てて崩壊しつつあります。明日は我が身とね、台湾が身構えるのも当然と言うべきでしょう。なぜなら台湾は中国が自国領土の一部と主張し、いわゆる核心的利益、つまり絶対に譲れないものと内外に執拗に宣言し続けているからです。中国が台湾を手に入れれば、米国に対抗すべく太平洋に出るための戦略的に重要な拠点を手に入れることになり、さらには中国の先端産業を支え発展させるために必要不可欠なTSMC などの世界一の半導体ファンドリーを確保することにつながります。おそらく台湾を手に入れれば、ファーウェイも ZTE もっていうか、軍事関連産業も含めて中国のあらゆる先端産業が息を吹き返すことになります。そうなれば経済的にも軍事的にも中国が米国を凌駕する日が近づいてきますよね。また台湾を手に入れれば、その手柄により習近平体制の永続化も可能となることでしょう。台湾は喉から手が出るほど欲しい。香港の次は台湾だ。現在の中国共産党の指導部がそう考えていることはもう間違いないでしょうね。ちなみに中国も台湾も尖閣は台湾の一部と主張しているので、台湾への侵攻は即尖閣への侵攻となります。平和ボケした日本人はそのことに異常なまでに鈍感ですけれどもね。自国領土が侵略されることへの危機感が高まっている台湾では、香港における言論弾圧、言い換えれば香港の中国化は絶対に見過ごすことのできない大事件として受け止められているわけですね。6月24日、アップルデイリーが廃刊となった日、台湾の蔡英文総統はアップルデイリーの強制封鎖を非難し、この動きは言論の自由の弾圧であると非難しました。今日はそのことを伝えるこの記事をベースにお話ししてみたいと思います。中国政府が課した香港国家安全維持法に基づいて、アップルデイリーのトップのジミー・ライ氏とその幹部が逮捕され、資産が凍結された後、蔡英文総統はフェイスブックでアップルデイリーに対する言論封殺に対して深い悲しみを覚えると述べた上で、次のような趣旨のコメントを発表しました。ちょっと長いんですけどもね、蔡総統の生の声をできるだけ正確に伝えたいのでちょっと読み上げますね。木曜日に最後の版を印刷したこのタブロイド紙、つまりアップルデイリー紙は、香港人の自由の象徴である、それは中国共産党からの弾圧に屈することなく、6月4日の天安門虐殺を追悼し、民主的な抗議者とともに立ち上がり、国家安全維持法に反対する国民の声を報道し続けた。私は密かに越にいる権威主義者らに、自由と民主主義は木のようなものだと伝えたい。それは切り倒すことはできるかもしれないが、その種はすでに国土のあちこちに撒かれている。そしてその中には常に大木に成長する種がある。民主主義国である台湾は自由を求めて戦う香港の人々と共に立ち上がる。とね、すごいじゃないですか。
蔡英文総統の言葉はいつもキレッキレでね、説得力がありますよね。日本の政治家にそんな人いますかね。小泉進次郎、全然違うか。それはどうでもいいんですけど、また台湾の頼清徳副総統は6月23日同じくフェイスブックに次のような趣旨の声明を投稿しました。メディアを乱暴な手段で沈黙させることは自由と人権への侵害だ。今回の強制捜査は香港の報道機関への萎縮効果を狙ったものであり、中国政府に対しメディアの抑圧と言論の自由への弾圧を直ちにやめるよう求める。中国政府が約束を、この約束というのはね、一国二制度を50年間維持するというね、英国から、香港が返還された際の約束なんですね。その約束を短期間で意図も簡単に破り、異なる意見の表明を抑圧し、香港を殺伐とした雰囲気にしたことは非常に残念だ。香港の人々は独裁政権を恐れることはない。ガサ入れの翌日、アップルデイリーは50万部以上も売り上げた。香港の人々は危機に直面している自由の声を必死で守ろうとしている。香港の友人には落胆しないでほしい。暗闇の後には必ず夜明けが来る。今は耐え抜こうとね。この人の言葉もね、非常に説得力があって心に響きますよね。さらに立法院、これ台湾の国会にあたるところですけども、その議長のユー・シャクコン氏は6月23日に次のように述べました。中国共産党が香港の自由をズタズタにした。世界の民主主義国家はそのことを深刻に受け止めるべきだ。香港は数世代のアジアの人々にマスコミと映画産業を通じて自由を可視化し、自由を求めるきっかけを与えてきた。今中国が香港を強引に接収する中で、民主主義と自由を追求する人々は中国共産党にとって目の上のたんこぶになっているとね。ついに廃刊に追い込まれたアップルデイリーの創業者ジミー・ライ氏は、現在国家安全維持法の下で違法とされる民主化集会に参加した罪で20ヶ月の刑期を務めています。香港当局はアップルデイリーに掲載された30以上の記事が国家安全維持法に違反していると主張していますけれども、その具体的なリストの開示は完全に拒否しているんですね。ですからどのような文言が法律違反に当たるのかも全くわからない状態です。もうすぐ創業26周年を迎えるはずだったアップルデイリーですけども、今後とも香港で厳しい弾圧が続くとみて6月23日に廃刊すると発表したんですね。資産もトップも幹部もね、持っていかれたんでね、これはもう事実上強制的な廃刊と言うべきでしょうね。アップルデイリーは民主化運動の支援機関として長く支持を集めてきました。その創業時代の社説には、我々が望んでいるのは読者の支持であり、いかなる勢力の支持でもないと、つまり読者だけに支えられているということなんですね。そういうことを書いていたということです。で、香港人は自由のパッションを持って生まれてきたから、不合理な制限や不公平な扱いに直面して沈黙するはずがないという信念が最後の日、つまり廃刊の日まで貫かれました。最後の新聞は通常の10倍にあたる100万部も刷られたとのことなんですね。おそらく多くの香港人が名残を惜しんで買い求めたことでしょう。ただし台湾のね、アップルデイリーをそのまま運営継続とのことなんでね、まだその種はね、火種は残しているということですね。6月23日の夜、何百人もの香港の人々が雨の中、アップルデイリーの本社の前に現れ、携帯電話のライトを照らして同社とその社員らにエールを送りました。社員らもそれに同じようにライトを照らしたり、手を振ったりして応えていたということなんですね。これでね、香港の民主化運動は完全に息の根を止められたんでしょうかね。僕は決してそうではないと信じています。しかし香港単独ではもはやどうにもならないという現実があることも否定できないでしょう。香港の民主化運動が息を吹き返すためには、日本も含めて国際社会の強い支援の力が必要不可欠でしょう。今後日本も台湾や英国、そしてクアッド諸国、あるいはその他の G7 諸国などと力を合わせて、
自由、民主主義、基本的人権、そして法の支配という人類共通の基本的な価値、普遍的な価値を守るために、これまで以上に努力していかなければならないと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ、日本人。今回のようなお話に興味のある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。